ハードカバーの本ハードカバーは硬い板紙の表紙で閉じられた本のことである。上製本、本製本、厚拍紙本、ハードバックと表記されることもある。ハードカバーの表紙は厚紙とそれを覆う薄紙、布、革などから構成される。一般の商業的なハードカバーはペーパーバックと同じく折り、火の糸を背拍子に接着剤で固定する。 無線閉じという技法を採用しているが、昔の書籍では、背拍子に糸や針金で閉じる糸かがり閉じが使用されていた。本来のハードカバーの表紙は、印刷技術がない当時に、用皮紙,紙を使用することによって、効果で作成が大変となっていた書籍を保護するため、使用されたものである。その際、表紙を装飾するために、様々な装飾が芸術として発展した。 製本の手間と材料のコストから、ハードカバーはペーパーバッグより高価になる傾向がある。ハードカバーで刊行される書籍は、造本の堅牢さを要求される、百科事典、勝負数で利益を出す必要がある専門書、高額でも需要が期待できる著名な作家の小説や、エッセイなどである。ハードカバーで出版された書籍でよく売れたものは、しばらく後に、 ペーパーバッグで出版されることが多い。ハードカバーと呼ばれる中でもいくつかの種類が存在し、一般的には厚紙と薄紙を用いたものが波製と呼ばれる。上製本は布張りやレザーなどを使用し、題名や著者名などは印刷ではなく打刻されている場合もある。表紙を覆う紙のことをカバーというのは和製英語であり、本来の英語ではダストジャケット、ラッパーなどが使われる。 ありがとうございます。